こんにちは、水沢です、今回はですね、大韓航空で行くバリ島4日間の、ご案内をいたします。福岡空港発着のフリープランです、大韓航空でソウル乗り継ぎでバリ島まで行きまして、当然あの空港から出る間のですね、送迎がついております。で、毎朝食付きという形です。それでですね、まず価格が安いという点ですね。5万1800円燃料サーチャージ込みで、バリ島行けますので、まあ、3月が最低価格にはなっているんですけども、その他の日付もございます、設定ございます。バリ島のですね、まあ、魅力としましては、まあ、海が当然バリといえば海なんですけども、時間がある方はぜひウブド、山のリゾートウブドに行ってください。行ってみてください。これまあ芸術の町村ですかねと言われておりまして、まあ彫刻とか銀細工とか、さまざまなですね、特色のあるまあポイントとか村がございます。あと世界遺産でですね、ライステラス、まあ日本でいう棚田ですね、棚にこう段々畑ならぬ段々田んぼというんですかね、棚田がすっごい綺麗です。すごく綺麗です。これを、まあ、見に行くだけでも価値があると思いますし、もともともうウブドしか行かない、バリはウブドなんだと言われる方もいらっしゃるぐらい素晴らしい場所ですね。海だけではない山のリゾートも見ていただきたいと思っております。それからですね、まあ、スパとかマッサージ、これも物価が安い分ですね、格安店から当然高級店までありまして、まあ、高級なマッサージもお安く受けることができるというのが、まあ、バリ島の魅力じゃないかと思います。まあ、当然海スポーツなんかも楽しめますので、もうぜひおすすめのスポットです。まあ、一回向かれてない方はもう必ず行った方がいいということでおすすめしております。詳しい内容は画面下のコメント欄のところに、まあ、商品の詳細の URL を貼り付けておりますので、そちらを開いてご覧いただきたいと思います。ぜひ、よろしくお願いします。